連覇を目指す今シーズン、F・マリノスはここに来て初の連敗、怪我人も続出と逆風にさらされています。一方、長く勝利がないサガン鳥栖は残り8試合、改めてその力を示すことが求められています。2023明治安田生命 J1 リーグ第27節、日発三ツ沢球技場より横浜 F・マリノス対サガン鳥栖の一戦もお楽しみいただきます。サネトが今シーズンリーグ初出場、村上はリーグデビュー、山根もリーグ戦16試合ぶりのスタメン、三ツ沼はリーグ17試合ぶりのスタメンとなります。今日はちょっとフレッシュな顔ぶれが並んだ F・マリノスのスターティングメンバーです。サガン鳥栖のスターティングメンバーと予想フォーメーションです。ちょっと始まってまた確認をしたいと思いますが、今日は最前線に西川が立ちそうなメンバー構成ですね。そうですね、そして鳥栖の方は流沼選手が予想では右っていう形にしてましたけど、左サイドのワイドに入ってますね。そうですね、今手を広げてボールを呼び込んだのが流沼です。そこにシャープなボールが手塚から入りました。背後を取った菊池、折り返しシュートだ。最後は堀米か、決定機でしたね。そうですね、やはりこう鳥栖が狙いとするこのポケットの部分ですよね、まあ、大きな展開からこれに対してしっかりこう背後に抜けていく、まあ、インナーラップですよね、はい。エウベル、少し浮いたところで水沼コーター、さらに深さを取りに来ました渡辺コーター。この技術の2人の高さですね。これ右後ろから来るボールをよくね、渡辺選手止めましたけどね、はい。川原、金間、うまく内側をついた菊池、中央堀米、右が空いた、ただ自分で持って左足クロスバー、もう一度堀米、これは当たらず、右の岩崎はおとりに使いました。惜しかったですね。そうですね、まあ、そこまでの流れも非常にスムーズでしたし、はい、まあ、こう自分の形に持ってきましたけどね、はい。そして水沼コーター、コーナーキック入れます。ルアルド、フリックしようとしましたが、サガン鳥栖奪って菊池です。奪い返した村上。村上入れた、アンデルソン・ロペス。ゴール前をコロコロと通過することになりましたけど、ラインは割りませんでした。川原入れます。ヘディング。そこの頭、一森よく止めました。その後は西川のファウルを取ったんでしょうか。決定機でした、サガン鳥栖。川原から岩崎です。岩崎マイナス、川原打った、クロスバー、綺麗な軌道を描きましたけれども、またもクロスバー。菊池です。堀米からリターン、堀米来た、こぼれ球、先に触って長戸が、まあ、富樫のシャツを引っ張って倒してしまっていました。さて PK です。コースを狙ったシュート、無情にもポストの内側を叩きました。手塚入れます、ファーサイド、一森のパンチング、岩崎、
岩崎シュートだー。角度のないところから左足振り抜きましたけれども、わずかに外でした。あ、このパスは奪われます。横山です。そしてすぐに顔を出して奈良原、長沼カットイン、長沼右足シュートだー。カットインからネットを揺らしてみせました長沼陽一。87分終盤に先手を取りましたサガン鳥栖。まあ、ただこの持ち出しからシュートまで、まあ、しかもコースもね、しっかりコース飛んでますし、まあ、これは長沼選手の素晴らしいゴールですね、はい。まあ、また抜けたんですね。サネトウの股を抜けていました。吉尾、上中、吉尾、吉尾、エウベル、吉尾が来た、吉尾だ。90分に向かうところで追いつきました、エクマリノス。まあ、ここでうまくこう自分で運びつつ人をうまく使ってね、しっかり相手の急所に入っていくっていうところの、もうまずこのイメージね、しっかり持って入ったと思いますし、まあ、しっかりこの最後決めきるところまでね、しっかり完結させましたね。中身からヤンマテウス、渡辺、今度は左、吉尾入れた、こぼれ球、ヤンマテウス、アクエルゲ、まあ、素晴らしいシュートでしたが、よく止めました。ふわっと入れてエドアルド、フリーになりました。決定機エルアルド、うまくこうね、前に行って後ろ取って、うまくディフェンス剥がすところまで良かったですけどね、はい。中央浮いたボール、ボレーシュート当たらず、最後横山です。試合終了。タフに戦った両者、ゲームの終盤に、まあ、お互い1点ずつを奪ったんですけれども、最終的に勝者が生まれることはありませんでした。